ご視聴ありがとうございます。今回ですが、先日投稿しました動画の答え合わせをやっていこうと思います。よかったら見ていてください。で、いきなりこっちの動画から見るっていう方も、まあ、ゼロではないと思いますので、一応簡単にご説明させていただきます。なんかすごいフィギュアを買ったんですよ。こちらにありますぐすまさんの窓まぎミキさやかフィギュアで、詳しくはこちらの動画でお話をしております。説明欄にもリンク貼っておきますので、まあ、ぜひそちらから見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでお待たせしました。答え合わせしていこうと思います。こちらのフィギュアなんですが、何がすごいかというと、紙パーツが分割されてないになります。コメントも本当にたくさんいただけまして、で、何名様かやっぱり正解されてましたね。で、あと、まあ、分割線が全く見当たらないっていうのも近いですよね。確かに紙以外もとても綺麗な見た目に仕上がってると思います。で、これがもう10年以上前のフィギュアですからね。いや、ほんとすごいと思います。で、前回動画の最後に、まあ、少しヒントみたいな映像も入れておいたんですが、まあ、似たような髪型でもやっぱり絶対分割の線っていうのは見えるんですよね。でもこのさやかはないんですよ。髪パーツがもうまるっとそのまま成形されていて、顔パーツはまあ下から差し込まれているっていう感じになるんでしょうか。分解してみようかと思ったんですけどね、ガチガチだったのでやめておきました。はい。で、私も、まあ、もちろんド素人なわけで、製造に関しては全く詳しくないんですけどね。でも確かに髪の毛に線が入っていないフィギュアってほぼ見たことないかもしれないです。まあ、同じようにショートの髪型でも絶対にありますからね。まあ、もちろんショートヘアでもできるできないとかあると思いますし、あとは差し替えフェイスの都合とかもあるじゃないですか。まあ、ですのでこれが、どれくらい珍しいかすごいかってのは正直素人なのでよくわからないんですが、まあ、でもかなり画期的なフィギュアではあったそうです。で、ちなみに今回のこの窓まぎさやかフィギュアなんですが、結構フィギュアもたくさん出てるんですよね。で、同じぐすまさんなんかから、こちら劇場版として梅先生バージョンとかも発売されております。これかなりプレネなんですよね。で、まあ、もちろん持ってないんですが、一応画像なんか見てみるとやっぱりサイドに線が見えるんですよね。で、あとは一応最近ポッパレなんかも出たんですが、やっぱりしっかり分割されているのがわかります。あとはですね、どれもすごい古いんですが、まあ、当時のウェーブさんのビーチクイーンズさやかとか、これなんかもやっぱりしっかり線はありますし、あとはこちらとか、フリーイングさんの8分の1浴衣シリーズ、これもバッチリ線が見えますよね。で、他にも一番くじとか、まあ、プライズとか、窓まぎってやっぱりすごい人気だったので、さやかのフィギュアも結構出てると思うんですが、紙はもうほとんど分割されてるんじゃないかなと思います。でも、ただこちらのストロンガーさんの舞妓さやか、これも分割の線ないみたいなんですよね。なので、まあ一応これも珍しいんだと思います。で、原型の方は別みたいですけどね。で、もちろんメーカーさんもグッスマさんとアニプレさんというかストロンガーさんですからね。まあ、ただ裏ではフィギュアメーカーさんなので、何かしらいろいろつながってるとかはあるかもしれませんが、まあ、とにかく髪の毛が一パーツでできているっていうのはすごい珍しいんじゃないかなと思います。皆様もぜひお持ちのフィギュアどうなってるか見てみてください。多分あるんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、やっぱりできる条件っていうのも難しそうですよね。ショートヘアじゃなくてもできるんですかね。あとは、まあ、ヘアバンドみたいなカチューシャとか、なんかあればそれだけでパーツは分かれるでしょうからね。さやかっていうのが、まあ、綺麗なシンプル髪型かと思いますので、だからできるのかとか、でもそれでもやっぱり難しいのかとか、はたまた分割線というのはそこまで重要視されてないので、メーカーさんもそんなに気にされてないとか、詳しい理由っていうのは分かりませんが、まあ、かなり珍しいフィギュアではあるそうなので、ぜひ皆様覚えておいてください。はい、ということで以上となります。
いかがでしたでしょうか。少しは面白いと思っていただけましたら、高評価とかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。まあでも、有名だったりするんですかね。といってもまあすごい前のフィギュアですからね。あと髪の分割っていうのは基本的に髪型に合わせて綺麗に作られているので、あまり気にもならないですよね。まあでも本当今回のさやかみたいに丸い髪型のキャラっていうのは、先ほども見本画像なんかお見せしましたが、結構気にはなりますよね。まあ、そんなキャラがいるからこそメーカーさんも頑張ったのかもしれないです。まあいろいろそうやって考えるのも面白いですよね。はい、まあそんなわけで、今回ですね、2回にわたってネタっぽい動画をお送りしてみましたが、いかがでしたでしょうか。でまあこんな感じかは分かりませんが、まあ、また昔の名作とか名作なフィギュアなんかも、定期的に動画でもご紹介できたらと思いますので、よかったらぜひまた見に来てください。はい、ではですね、今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。